いよー、裏メニュー、僕の感想を端的に言うと最高です。もう寝れるほど柔らかい。今僕がね着ているクロコダイル好きにはたまらない24時間一緒にいれるセットアップになります。岡山の工場にね訪問させていただくことがありまして、その時にたまたま触ったこのダブルガーゼの素材がめちゃくちゃ気持ちよかったです。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。なんと言ってもここのクロコダイル、まあ池田社長がここに宿っている部分なんですが今回ダブルガーゼっていうすごくこう肌心地がいいというか気持ちがいい素材になってます。なんといっても軽いんですよね、うん、いやめちゃくちゃ軽いですね、うん、着たらもう完璧にはまりますよ。これシャツ形状じゃないですか、はい、珍しくないですか、このシャツ形状にこのポケットがあるって。ちょいお出かけとかちょっとしたものを入れておくのにすごく便利で、下ね、このアジャスターが、ね、そうなんですよ、アジャスターがここにあることで、このちょっと幅広のゴムでね調整できるってすごくなんかいいなと思ってるんですよ。和合戦の青木さんに僕が無理って作ってもらったこのセットアップ、動画の概要欄コメント欄にね裏メニューの方に行ける URL を貼っておきますので、興味ある方はそちらの方で詳細を確認して検討いただければなと思います。皆さんこんにちは、クロコダイル池田社長です。今回ご紹介する裏メニューはこちら。今僕がね着ているもう寝れるほど柔らかいダブルガーゼを使ったセットアップになります。実はこのねセットアップ肩口、左の肩口ですねと、このセットアップのパンツのこの左のとこですね、下田工芸のクロコダイル2箇所ついてます。クロコダイル好きにはたまらない24時間一緒にいれるセットアップになります。今回ね、なぜダブルガーゼを使ったこういうセットアップを作ったかというと、まあ以前からちょっといろいろコラボさせてもらってる和合戦の青木さん、皆さん覚えてられると思うんですけど、和合戦というブランドを使っている岡山の工場にね訪問させていただくことがありまして、その時にまあいろんな素材アイテムが飾ってあるんですよね。でその中でたまたま触ったこのダブルガーゼの素材がめちゃくちゃ気持ちよかったです。このダブルガーゼを使ったすごく気持ちいいセットアップなんか作ってみたいなっていうようなことをふと言ったんです。そうした時にその青木さんがね、じゃあ作りましょうと心よく言っていただいたんで、ちょっと見ていただきたいんですけど、まあ僕の感想もう端的に言うと最高です。でめちゃくちゃ柔らかくて日常のストレスから解放されるというか、まあ、リラックスできるフィットにしていただいたんですけれども、これでずっと痛いなって思えるようなそういう肌触りと、クロコダイル本当に一部ですけれどもね、僕のお客さんっていうのは本当にクロコダイルをすごく好きな方が多いので、財布とかバッグだけじゃなくてね、まあ、全てにおいてねクロコダイルに包まれたいという方にはね、まあ、本当に最高のものが出来上がったなと思います。ちょっとこのセットアップのディティールというか詳細をね青木さんにね説明していただきたいので、ちょっとこの動画に呼んでみたいと思います。どうぞ。はい、こんにちはお久しぶりです。お久しぶりです。和合戦の青木です。あ、すいません、ちょっと紹介をお願いします。いえいえ、今日よろしくお願いします。お願いします。いや本当にいいものができたと思うんで、まあ、今回ダブルガーゼっていうですね、すごくこう肌心地がいいというか気持ちがいい素材になってます。なんといっても軽いんですよね、うん、いやめちゃくちゃ軽いですね。したらもう完璧にはまりますよ。めちゃくちゃ良かったです。まるでこう空気をまとうようなぐらい、それぐらいこう軽い素材なので、でまあ軽くてなおかつ耐久性というか、そう着れば着るほど、はい、あの時間が経てば経つほど味が出てくるんだろうと。二重のガーゼ素材をこう2枚合わせにしている素材なので、すごくこう光の反射に対して本当に立体的にする素材になってます。ちょっとこう真っ黒というよりかは墨黒というか、透明感がある黒とツヤがある綺麗な池田工芸さんのブラッククロコダイル、もうコントラストがとっても美しいですね。いいですね、はい、まあ、ブラックデニムって言いましたけど、はい、黒すぎるとめちゃくちゃいかつくなるし汗すぎてるとだらしなくなるし、
すごくいい感じやな。ちょうどこうこれだけのリラックスフィットでもこういう品が保てれるのってやっぱりこの素材とこういったちょっとこうギミックをですね、いやいろいろポイントつけてもらってるからすごくいいなと思って。そうかなと、はい。なんと言ってもここのクロコダイル、まあ、池田社長がここに宿っている部分なんですがあとはやっぱりこういう猫目のボタンとか、ファガセのシグネチャーのこういうこれね、なんかちょっとアクセサリーつけてるみたいな感じですよね。そうですね、そういったものが結構こう尖りというか、ブランドの持つこう尖り感っていうのをこういったところで表現をしていたり、首周りのねその空間を作りたかったので、この襟のないスタンドカラーっていうのを採用してもらいました。でそこでやっぱり青木さんこだわりがあったね。そうです、ファガセンのスタンドカラーのデザインを持ってきたんですけれども、曲線の切り替えを入れるのがすごくこうこの辺の重厚感の印象につながる、ここカチカチではないんだけど、そのラフに見えすぎない、まあ、そういうような仕様で作ってもらってるんで、だから僕自身はほら近くの飲食店に来てるとか、その移動に来たりとか、そういうことできるんじゃないかなと思います。ほんでね、はい、ちょっと驚いたのが、これシャツ形状じゃないですか、でもなんかこうね見てるとあれって思って、珍しくないですか、このシャツ形状にこのポケットがあるって。これって、結構ちょいお出かけとかなんかちょっとしたものを入れておくのにすごく便利で、まあ僕はタバコ吸うからたぶんこういう服を着てると入れるとこがないんですよ、だからちょっとして入れれるし、でまあ今はもう皆さんのスマートフォンとかでちょっと入れるところっていうのもあるとめちゃくちゃ便利じゃないですか。そうポケットの容量も結構深めのポケットなんですよ。これは多分想像以上に深いし広いんですよね。だけどこういうポケットつけると、普通はここだけボコッとなっちゃうんだけど、それが全くない。でそれはガーゼの特徴もあると思うし、そうなんです、ダブルガーゼの特徴で、表面がこうふわふわして立体感がある素材なので、そういった何かが入ってるなっていう悪目立ちが全くないんですよ、そうですね、こうリラックスフィットにしているから、普通は裾がズドンってなるじゃないですか、でも下ね、このアジャスターが、そうなんですよ、アジャスターがここにあることで、このちょっと幅広のゴムでね調整できる、すごくなんかいいなと思ってるんですよ。基本的にこの裾を調整することで、要は落ち感を調整できたりとかするじゃないですか、だからすごくいい機能だなと思ってるし、でそういうものがついてると、こんだけ柔らかいシルエットの柔らかい素材が硬いものはね崩れるケースがアジャスターがゴムでできているものなので、当たるところがないっていうのがリラックスにつながると。いや本当にいいっすよ、ぜひとも来てもらいたいです。サイズ展開としては S、M、L、LL の4サイズ展開です。でちょうど僕はね175cm で、まあ、中肉中背のスタイルをしてるんですけど、僕自身今着てるのは L サイズで、まず全然余裕があるので、ゆったり着れるという感じです。ファガッセンの青木さんに僕が無理言って作ってもらったこのセットアップなんですけど、動画の概要欄、コメント欄にね、裏メニューの方に行ける URL を貼っておきますので、興味ある方はそちらの方で詳細を確認して検討いただければなと思います。検討いただければね。そうですね。めちゃくちゃかっこいいこう仕上がりに、まあ池田社長も言っていただいた通りになっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてもらいたいですね。本当ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、またお願いします。ありがとうございました。本当に。いえいえ、ありがとうございます。ちょっと僕はもうヘビーローテーションに来ます。よかったです。